小松市の100万石ジェラート専門店芋栗かぼちゃです。それでは豊さん、はい、和栗のジェラートの答え伺ってもいいですか。江戸時代って言っとったんで、なんかこう、はい、お殿様みたいなちょんまげ、まげ、おえすごい、お殿様みたいなまげ、まげ、まげですね、うん、正解は川端さんお願いします。はい、正解はオイランでした。あ、全然違う。ちょっと惜しかったですね。惜しかったです。なぜオイランなんでしょうか。時代しか合ってない。こちらミネ珍しく一番人気ということで、和栗にぴったりということでこちらの名前付けさせていただきました。そうなんですね。ということで今日は和栗のオイランと小松トマトの紅梅のジェラートをいただきたいと思います。ありがとうございます。どんな味なんでしょうか。トマトね、本当に色合いもとっても可愛くて、食べる前にこう写真撮りたくなっちゃいますよね、うん。それではいただきます。まずはオイランから。あ、オイランから一番人気や。オイランからいただきますよ。和栗、うん、ちょっとオイランっぽい感想かもしれませんよ。うん、びっくりびっくりするぐらい栗の味が濃厚で、とっても美味しい、奥深いですね味が。アリウス言え、アリウス。トマト。アリウス欲してたんですけどね。いただきます。そう、トマト気になりますよね。うん、気になる。小松菜トマトですもんね。え？すごい爽やか、すっごいフルーティーで、これトマト感じるんですけど、とても甘くて爽やかな味わいで美味しいです。気になるな。この他にも別なジェラートのメニューあるんですよね。はい、お好きなジェラートとミルクを作って作り100万石シェイクやモナカなどもございます。はい、いらない食欲の秋に和風ジェラートとこだわりのモンブラン、ぜひ食べてみてください。以上、小松市からお伝えしました。